5月14日は、グレゴリオ歴で年始から134日目にあたり、年末までは、あと231日ある。イギリス初の新大陸高級植民地、ジェームズタウン建設。画像は、クリストファー・ニューポートの小船の複製世界初のアメリカンフットボールの試合が行われる、日英博覧会開催名古屋大空襲、名古屋城が、消失画家、トマス・ゲインズ・バラ誕生。 画像は、アンドリューズ夫妻環境決定論を唱えた、社会改革家、ロバート・オーエン誕生。画家、ブルーノ・リリエ・フォッシュ。画像は、キツネ・フィールズ賞を提唱した数学者、ジョン・チャールズ・フィールズ・メジャーリーグ投手、エド・ウォルシュ。通算防御率1.82位は、歴代一意識者、オット・ー・クレン・ペラー・モダニズムの建築家、前川国夫。画像は、東京文化会館映画監督。 ジョージ・ルーカス・フェイスブックの CEO、マーク・ザッカーバーグ本願寺の中高の祖、レン・ニョ・ボツ・フランス王・アンリー4世暗殺される、フランス王・ルイ13世、ボツ・メ維新の元君、大久保利道暗殺作家ヨハン・アウグスト・ストリンドベリ、日本国、第84代内閣総理大臣、小渕恵造、在任中に急死エドワード・ジェムナー、天然痘の予防接種を行う。画像は、 摂取を描いた、ギガイスラエル建国宣言。ありがとうございます。